第3503戦団は、大東亜戦争中の1944年5月3日に、横浜沖からサイパン島へ出発した日本の護送戦団である。マリアナ諸島やパラオへ、増援部隊や軍需物資などを輸送する任務を追っていた。サイパンまで軽い損害でたどり着いたが、その先さらに、パラオに向かった輸送船は、アメリカ海軍潜水艦の攻撃で全滅した。 なお、戦断命名方式の性質上、同一名の戦断が別の年にも運行されている可能性があるが、本港では1944年の戦断を扱う。1944年に入りクエゼリンの戦い、エニウエトクの戦いと、中部太平洋方面でのアメリカ軍の反抗が本格化してくると、日本軍は名目だけで防備が手薄なままだった絶対。 国防圏の守備がために慌てて取り掛かった。マリアナ諸島やカロリン諸島に対する重要増援部隊の緊急派遣が松輸送の名の下で展開されたが、松輸送には含まれない通常船団によっても、増援部隊や軍需物資の輸送が急ピッチで進められることになった。第3503船団も、こうしたマリアナ諸島やパラオへの増援輸送船を、 組み込まれた通常船団として編成された。参加輸送船は14隻で、第3 5 0 3船団としての目的地はサイパン、ただし2隻はグアム、4隻はパラオ、最終目的地として、さらに分離航海を続ける予定だった。パラオ行きの船には、関東軍から抽出した第9派遣検隊や、第14師団の後続部隊などが乗船していた。護衛は、 横須賀鎮守府指揮下で編成した日野と、直接護衛部隊の駆逐艦2隻、水雷艇1隻、解剖艦2隻、苦戦艇4隻が、主に担当し、浅蘭上官の第二護衛戦団司令部が指揮を取った。戦団名は、横須賀鎮守府の命名方式に基づくもので、千の位の3が、横須賀発サイパン行き航路、下3桁の503は5月3日出航を意味する。 米海軍はサイパンの攻略作戦に向けて潜水艦をマリアナ諸島周辺に展開させて日本のシーレーンを攻撃していた。アメリカ潜水艦は海戦から魚雷の不調に悩まされてきたが1943年末頃には魚雷の改良により成果を上げ始めていた。5月3日に横浜沖に集結した本船団は訓練を行いながら 縦山湾へと移動した。翌4日、縦山を、船団は出撃した。4日から5日までは、水雷艇と総海艇各一隻が護衛に追加されている。船団は、潜水艦を警戒し、しばしば敵襲の誤報により、戦闘態勢を取りながら航行した。5月10日、船団は、サイパン北西 444km 付近で、アメリカ潜水艦。 タンバーに発見され、海軍運送船、喜び大丸オマルが、魚雷一発を見舞われた。喜び大丸オマルは、沈没を免れて8ノットの速力で航行を続けられたが、死者、行方不明者97人を出した。護衛部隊は爆雷を投下して、反撃に移り、第24号海防艦が、敵潜水感撃沈確実を報じたが、タンバーは、沈んではいなかった。 もっとも、駆逐艦、水来艇、ヒロシが現場に残って、しばらく制圧を続けたため、タンバーは追撃ができなかった。サイパン入港予定前日の5月12日、船団は、サイパンに敵機動部隊襲来の恐れとの情報を受けて一時、退避したが、間もなく、安全と判明したため航路に復帰した。14日、グアム行きの2隻を護衛の水来艇、 広ロシ、解剖官、沖、特設区選定、第8湘南丸とともに、テニアン島沖で分離し、船団本体は同日中に、サイパンへと入港した。第3503船団としての運航は、サイパンまでのため、船団の主力は、荷上げ後に、東松7号復興船団と合同で第4517、船団を組んで、日本へと帰ることになった。 グアム域船団は、分離した14日午後に、グアム北西 17km に差し掛かったところで、アメリカ潜水艦、サンドランスの攻撃を受けてしまった。貨物船、コウホマルが魚雷を受け、沈没した。広ロと、沖は、航空機や相当に出動してきた、解剖艦、のみ及び苦戦艇一隻と共同で、爆雷攻撃を行い、重油の海面流出から、 敵潜水艦一隻撃沈をおむね確実と報じたが、実際にはサンドランスに逃げられていた。パラオ行きの輸送船四隻はサイパンで船団主力と分かれ、新たな護送船団となった。船団はサイパンを5月16日有国に出港したが、たちまち再びサンドランスを呼び、領艦のタニーにより捕捉されてしまった。まず、 日付が17日に変わって間もなく、大国丸がサンドランスの雷撃を受けて沈没した。護衛艦が爆雷を投下して制圧成功と思われたが、17日午後6時40分に、今度はタニーの雷撃で日和丸が沈没した。残る輸送船2隻は退避したが、命令により現場に戻って救助を開始したところをサンドランスに狙われ、 復興丸が、ひかみなりし翌日沈没した。唯一生き残った、大阪丸は、サイパンに逃げ帰った。アメリカ潜水艦、フライングフィッシュサイパンに戻った、大阪丸は、5月20日、台東丸と戦団を組んで、水なき以下三隻の護衛のもとに、パラオへ向け出港した。南鳥島付近に、敵機動部隊が出現したため退避する目的で、台東丸は、 サイパンでの荷上げ作業を中断しての緊急出港だった。船団は速力9.5ノットで進んだ。24日午後8時には、水月が敵の浮上潜水艦を発見するが、攻撃して撃沈を報じたため戦闘配置を解いた。アメリカ海軍によると、付近には潜水艦フライングフィッシュが行動中で、この日、 自身の発射した魚雷の仮想爆発により損傷を負っている。しかし、フライングフィッシュは作戦行動を続け、再び船団に襲いかかった。25日午前9時20分頃、大阪丸、台東丸は相次いで魚雷攻撃を受け、2隻とも沈没、船団は全滅した。日本側によると、無鉱石魚雷が使用されたという。本船団は、 サイパイまでの本運行では一隻沈没、一隻損傷という比較的軽い損害のみで済んだ。キロの第4517船団でも、護衛の駆逐艦、朝蘭の犠牲はあったものの輸送船は無傷であった。一方、分離後のパラオイキ船団は完全な失敗で、対照的な結果となった。 日和丸に乗船していた第9派遣隊の計2274人のうち322人が戦死した。復興丸には、不評第15連隊後続部隊の先発隊50人が乗船しており、機関砲2門、迫撃砲18門などの新鋭装備をすべて失ってしまった。生存者はサイパン島に戻って再建を目指したが、 ほとんどが約1ヶ月後に始まった、サイパン島の戦いに巻き込まれ、パラオに進出できないまま全滅してしまった。なお、大阪丸には、民間人824人が乗船し、軍需物資ではなく、民需食料品2956トンが積まれて、いたが、乗客97人が死亡して物資は全損となった。台東丸では、 サイパンへ、揚陸未了の航空ガソリン5300缶と、弾薬2500立方メートル、セメント500トンが壊没している。ありがとうございます。